な時間、お寝坊しちゃったわ。泥棒。こうちゃん、ちょっと起きてよ、こうちゃん。あ、なんだ。台所の方で物音がする。あ？なんもしねえじゃねえか。なんだあのお弁当は。できただに。檻に不可能はないだに。ななこちゃん喜ぶだに。そんな格好おかしいわよ。その頭につけてるのなに。ダッサイベルト、おまけに長靴なんてダッサイ。せがれ、はあ、ナナコ、もう起きてたのか。うん、おはようパパ。じゃあ私行くから、ちゃんと戸締まりしてってよ。うん、待ちなさいナナコ。うん、そうか、幼稚園の遠足は今日だったのか。ピンポン。だから早く行くの。お弁当はどうした、ナナコ。ああ、ちょっと待ってなさい。確か、ジャーに昨夜のご飯が…あ、昨夜ご飯炊かなかったんだ。パパ、いつものお店でパン買うから平気。それよりパパ早く、学校くれちゃうわよ。もしかしていつもギリギリなんじゃないの。ピンポン薬師丸ひろ子そっくりだった、お前。なぜ、もっとあなたを知りたかった。おや、ナナコちゃん、今日は遠足かい。何にしようか。明日俺ちゃんとした弁当持ってきてやるだに。きっと持ってくだに。だから明日幼稚園で待っててくれだに。私、あの子にかけてみる。あれ、パンはいいのかい。うん、今日は全然いいの。おじさん、行ってきます。思ったより遠いだに。早く行かなきゃ間に合わないだに。アトムブーツやミラクルベルトがあったらひとっ飛びだのに。さあみんな、順番に乗るのよ。はーい。ななこちゃん、出発しますよ。はい。ベルちゃん。あー、そのバスバスだに。ナナコちゃん。あ、なんで早く言わねえんだよ。あ、
アホダリにアホ呼ばわりされたらおしまいやり。うん、レルちゃん、もう泣かないで。今からお弁当を作り直して動物園に直接持っていけば間に合うからね。だから昨夜こいつ俺のこと見てたのか。ちっ、早く言えばいいのによ。そうだ、私もお弁当作ろうかな。あ、俺も。お、よきんこ、この豆どうすんだ。それで絵描くんだよ、好きなの描いて。ダメよ先生、お弁当まだ。もうすぐだからね。それまでみんないい子で見てるのよ。はい。どうしよう、七子だけお弁当がない。こんなに人がいっぱいいたんじゃわからないだに。ベルちゃん、みんなで探せば大丈夫よ、きっと見つかるわ。ああ、手分けして探そう。よし、俺はあっちを探す。じゃあ私はこっち。それじゃあ時間がないから急いで探そうぜ。ええ、よっしゃ。安心しろよレル、俺がミラクルベルトで探してやっから。ミラクルチェンジ、ヘッチタグ。ミあのてっぺんに上がってみようぜ。あそこから探せばすぐ見つかるよ。おお、どうだ、見えるか。だに、あ、なんだあれは。なに、どうなることかと思ったぜ。じゃあみんな乾杯。レルちゃんのママお馬さんだったのか、面白い。マダラオ先生、いけない、学校行くの忘れてた。パパ、よかった、間に合って。ほらお弁当だ、さあ一緒に食べよう、タナコ。今戻っても昼休みだぞ。ななこちゃん、これ私が作ったのよ、たくさん食べてね。はい。ビヒ、お前の作った弁当なんてまずくて食えねえよ。これさ、俺が豆で絵描いたんだぜ。へえ。
レルちゃんね、金ちゃんのお料理すっごくうまいって褒めてた。相変わらずアホタリ最低男と家事手伝い陰気馬だにが、おり当分こいつらと一緒に住んでやってもいいだに。